子育てするなら四日市。四日市はこの言葉をスローガンに、子育て世代が安心して子どもを産み育てられるよう取り組んでいます。支援センターもすごく充実しているので、そういった点はいいかなと思います。毎日利用できる施設とかもあったりするので、すごく行き場には困らないかなと思います。広くていっぱいおもちゃもあるので、子供も飽きずに長時間入れるので、すごく好きです。薬局に行って薬代を払わなくてよかったのがびっくりしたので、ありがたいなと思ってます。平成30年4月からは未就学児を対象に市内の医療機関での医療費の窓口負担が無料化され、より子育て支援の充実が図られています。今回の「チャンネル四日市」は、子育てするなら四日市、子育てお役立ち情報をご紹介します。うわあ、小さなお子さんがいっぱい。お母さんたちは皆さんお話しされていますね。総合会館5階で月に1回開催されているパンダ広場です。市内に住む生後6ヶ月までの乳児と家族が対象です。初めての育児で一人で悩まれて、人見知りでなかなか土地にも慣れなくて、たくさん見えるかなと思います。せっかくの機会ですので、有意義にこの会を進めさせていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。この日は41組の親子が参加していました。地区別、赤ちゃんの月齢別でグループが分けられています。福岡で里帰り出産して、11月になってこっちに戻ってきました。で、ここ2回目なんですけど、いろんな交流とかできたり、情報交換できたらと思ってきました。よろしくお願いします。母乳をやめてミルクだけなんですけど、ちょっとやっぱミルクだと便が出ないっていうのをよく聞いて、その辺が今ちょっと悩みのところで、みんなそういうベビーお茶とか飲ましてるのかどうかとか、そのあたりも交換情報できたらなと思って、よろしくお願いします。嫁いでこっちに来たっていう感じなので、知り合いがまだあんまりいなくて、この子と自分の友達を見つけられたらと思って来ました。よろしくお願いします。初めての育児でわからないことが多く悩んでいる。地域の子育て支援センターなどを活用したくても、なかなか一歩が踏み出せない。ここパンダ広場は、そんな親同士が情報共有ができる場所として開設されました。パンダ広場はよく活用されますか？初めてです。初めて。どうですか、初めて活用されて。ちょっと勇気がいたんですけど、でも結構月齢が近い人とかもいっぱいいたので、アットホームな感じで、また利用したいと思います。いえ、初めてです。初めて。どうですか、今日来てみて。ちょっと心強いというか、いろんな悩みを共有できていいなと思います。私5回目です。5回目。もう2ヶ月の時から来てるので。そうなんですね。2ヶ月の時からとか前から結構こう知り合いが増えるって聞いて、聞きたいことを聞けるようになってきたので、来てよかったです。ずっと家で2人っきりでいると、やっぱりモヤモヤしてしまうんですけど、こういうところに来ていろんなお話を聞かさせてもらうと、自分もすごく気持ちが楽になって、すごく助かってます。地区で月齢ごとに分かれているので、同じぐらいの子で発達の仕方とかが大体同じとかなので、教え合いながら情報共有できます。心強いですね、すごく。今日は何か情報交離何かされましたか？離乳食の話ちょっとしてて、まだ始められてない方もいるので、ちょっとこういう風に始めてるよとか、食べたり食べなかったりとかっていう話をしました。最近夜寝なくなったので、その解決法というか、皆さんどうされてるのかなっていうので、いろいろ何人かにお聞きしました。いいアイデアはありましたか？そうですね、なんか昼寝をあまりしすぎるとやっぱ夜寝なくなるので、昼寝をしててもちょっと起こして遊ぶ時間にするとか教えてもらったので、やってみようかなって思います。今寝かしつけについてどういうふうに寝かせてますかっていう話をしてました。何かいいアイデアありましたか？ありました。でもなんか赤ちゃんによってそれぞれなんだなっていうのと、この子昼間あまり寝ないのが心配だったんですけど、周りの赤ちゃんも同じように起きてる子がいるんだなっていうのをして、ちょっと安心しました。子育て中のママたちにとって心強い場所になっているんですね。はい、赤ちゃんとの生活の中で孤独や不安を感じやすいお母さんたちが自由におしゃべりをしながら、育児の悩みや楽しみを共感し合い、子育ての仲間を増やしていただきたいとの思いから、平成27年4月より2ヶ月に1回お母さんたちの交流の場としてパンダ広場を開設しました。現在は毎月1回開催しており、開始から4年目になりますが、毎回50組前後の方にご参加いただいています。パンダ広場の開催時間は午前10時から11時の1時間程度なのですが、終了後も話は尽きず、毎回賑やかに過ごしていただいています。開催時間終了です。お母さん同士の連絡先の交換など、パンダ広場は子育てをするお母さんたちの交流の場となっているようです。今年度の開催日はご覧の通りです。詳しくは子ども保健福祉課母子保健係まで。パンダ広場の他に四日市ではどのような子育て支援が行われているのでしょうか。具体的に教えてください。はい、市では妊娠中から子育て期の方を対象に途切れのない子育て支援を行っています。これは主に妊娠期、乳児期、幼児期、学童期の4つの段階に分かれます。それぞれについて簡単に説明させていただきますと、まず妊娠中の方への支援としては、電話や窓口での相談、家庭訪問のほかに育児学級パパママ教室があります。この教室では妊娠中の健康管理に関するお話や、母子保健サービスの紹介、赤ちゃんの沐浴体験や妊娠模擬体験などを行っています。それはお父さんも参加できるんですか？そうですね。また育児相談室すくすくルームがあります。こちらでは妊娠中から産後の健康のこと、赤ちゃんの育児や発達・発育に関することを看護師や保健師に相談いただける場所となっています。赤ちゃんの発育測定もできますので、ぜひ気軽にご利用ください。乳児期には家庭訪問、育児相談、離乳食の教室のほかに、このパンダ広場があります。それぞれの時期にいろいろな形で子育て支援が行われているのですね。ところで子育て支援センターはどのような場所ですか？はい、保育園や幼稚園に入る前のお子さんと保護者の方が気軽に出かけ、子どもと一緒に遊んだり交流したり相談ができる場所となっています。それでは子育て支援センター、実際にどのようなところか行ってみたいと思います。あ、遊具もある。なんだか保育園みたい。こんにちは。こんにちは。市民リポーターがやってきたのは馬起こしにある京北子育て支援センターポッポです。JR の沿線沿いで、近くには御滝公園があります。電車と鳩の鳴き声からポッポと名付けられています。こちらが子育て支援センターなんですね。幼稚園か保育園かと思いました。あ、そうなんですね。実はここは公立の保育園だったのです。平成14年に単独型の子育て支援センター事業を開始いたしました。なるほど、それは施設、遊具と子どもたちにはぴったりの場所ですね。そうですね。ここでは、保育士が常駐しておりますので、お子様を遊ばせながら育児で困り感がございましたらいつでも気軽に相談できる場所になっております。小さなお子さんがいるとなかなか落ち着いて相談できませんし、保育士さんがいると安心して相談できますね。どのような相談内容がありますか？そうですね、毎日のことですので、食に関すること、それからお子様が成長するにあたって発達のご相談が多いように思います。子育て支援センターの利用について教えてください。はい、月曜日から金曜日9時半から15時半まで、お子様の生活のリズムに合わせてご利用していただくことができます。またランチルームは11時から13時まで開放しておりますので、たくさんの方にご利用していただいております。妊婦さんと赤ちゃんとの触れ合いがあるとお聞きしたんですが、どのようなことをされてるんですか？はい、子ども保健福祉課の保健師さんと連携を取りながら行っている事業で、妊婦さんがお見えになった時には施設のご案内をさせていただき、また、当日お越しいただいている先輩のお母さん方とつながせていただいて、出産前の準備物、それから赤ちゃんを直接抱かせていただいたり、直接体験を大事にしております。安心して産み育てられるお手伝いができる子育て支援センターでありたいと思っております。たくさんの人に知っていただいて、たくさんの人に利用していただきたいですね。そうですね、ご利用お待ちしております。市にはここポッポの他に塩浜子育て支援センターアップップ、また保育園や医療機関に併設されているところなど20カ所子育て支援センターが設置されています。市の子育て支援の取り組みがいろいろ行われていることが分かりました。今後も充実は図られるのでしょうか？はい、四日市市ではいろいろな子育て支援に取り組んでいます。そのうちの一つとして病児保育施設がございます。本市の病児保育施設は中部地区にある病児保育施設カンガルームに加えまして、昨年の6月桜地区に病児保育施設チェリーケアをオープンし、現在は2カ所で行っています。今年度はさらに3カ所目となる病児保育施設を市北部の下地区の方に平成31年4月の開設を目指して、現在も整備を進めているところでございます。また、平成31年4月には現在西日野町の方で運営している児童発達支援センターあけぼの学園が下海老町にオープンをいたしまして、新たな施設になります。また、これまでエアコンが設置されていなかった公立幼稚園の保育室にエアコンを設置して教育環境の充実を行っております。このようにしまして、四日市市ではその他にもいろいろございますけれども、子育て支援の方に取り組んでおります。皆さん、今回のチャンネル四日市はいかがでしたか？市ではいろんな形で子育てをお手伝いしています。こちらも母子手帳交付時に配布される四日市子育てガイドブック、託児施設や医療機関、公園などのお出かけマップなどいろんな情報が掲載されています。また子育て支援アプリよかプリコ、子育てに関する情報がいっぱい詰まってますので、ぜひご活用くださいね。子育てするなら四日市、詳しくはこども未来課までお問い合わせください。